皆さん、こんにちは。俳優の中尾彬さんが亡くなりました。81歳でした。生前は妻の池波志乃さんとメディアに登場することも多く、芸能界随一のおしどり夫婦として知られていました。中尾さんは1970年に女優の茅島成美さんと結婚して長男にも恵まれましたが、中尾さんの不倫が発覚して離婚。その後、池波さんと再婚することとなりました。しかし離婚しても血縁関係があれば相続権は失われないため、中尾さんの遺産をめぐる憶測がメディアで飛び交う事態となっています。今回は中尾彬さんの遺産相続に関する茅島さんの意見をご紹介し、その行方を探っていきます。近年は熱心に終活に取り組みながら、夫婦でより濃密な時間を過ごしていたといいます。池波さんとの結婚後、私生活が落ち着いた中尾さんは仕事に精を出し、俳優業だけでなくバラエティにも引っ張りだこの人気者となりました。売れっ子になっても大切にしたのは妻と一緒に過ごす時間でした。中尾さんの知人はこのように語っていました。二人とも食べることが大好きな食い道楽で、夫婦で家にいる日の食事は志乃さんの手料理のフルコース。いつもお酒と会話を楽しみながら、のんびりと2時間かけてじっくり食事を堪能していました。中尾さんは夫婦水入らずのこの夕食を居酒屋志乃と呼んで、忙しい日々の中で心待ちにしていたそう。二人だけの時間がもっと欲しいとの思いから子供を設けようとしませんでした。しかしその選択には父としての本音が隠されていたのかもしれません。再婚後の中尾さんはメディアや周囲に、俺には子供がいないと口にしてきました。これは志乃さんとの間にという意味なのは分かっていましたが、どこかで息子の存在を忘れるために言っているんじゃないかと思うこともありました。離婚後、中尾さんは一度も息子と顔を合わせていません。でも会いたい気持ちがあったようです。今から二十数年前だと思うのですが、息子が結婚した前後、彼に会いたいと連絡したことがあったんです。ただその願いが叶うことはありませんでした。前室中尾さんの知人、中尾さんと池波さんは芸能界ではいち早く終活に取り組んだ夫婦としても知られます。わずか半年の間に重なった3つの大きな災難がきっかけでした。2006年9月、沖縄のセカンドハウスに滞在していた池波さんは急にまぶたが開かなくなり、手足も一時的に動かなくなって救急車で病院へ搬送されました。末梢神経に異常が生じる難病のフィッシャー症候群に襲われたのです。同じ時期に志乃さんの母が末期の肝臓がんを患いました。中尾さんは忙しい合間を縫って沖縄と志乃さんの母が入院する千葉の病院を行き来していました。前室中尾さんの知人、中尾さんの看病も及ばず、同年11月に池波さんの母が他界。すると今度は2007年3月に中尾さんが仕事先の大阪で倒れ、病院に運ばれました。急性肺炎及び筋肉が壊死するという横紋筋誘拐症を発症し、多臓器不全を併発しかねない危険な状態でした。病院に駆けつけた志乃さんに医師は生存率は 20% と告げたそうです。一命は取り留めましたが、二人はいずれ自分たちの体が動かなくなる日が来ることを悟ったのです。人生何が起こるかわからないとの覚悟を固め、これからは自分たちの生活を縮小していこうと話し合いました。池波の知人、本格的に就活を始めたのは2013年。まず残された兄弟や親戚が揉めないように、証人の立ち会いのもと遺言状を作成しました。その後、千葉木更津にある中尾さんの実家を改装したアトリエと沖縄のセカンドハウスを売却しました。また東京谷中にある志乃さんの実家の菩提寺に夫婦が入るお墓を新たに建立。このお墓には志乃さんの母方の祖父母と両親も眠っています。中尾さんが、みんなで一緒に土に帰ると思えばいいんだよと
篠さんに提案したそうです。売れっ子の芸能人夫婦だけに断捨離のスケールも大きく、食器や台所用品に加えて1万枚の写真やトラック2台分の推理小説を廃棄、ネジネジと呼ばれて中尾さんのトレードマークだった大判のストールも200本処分しました。中尾さんは物だけでなく人間関係も整理しました。もともと中尾さんは周囲をライバルとみなして孤独を好むタイプだったので芸能界の友人が少なかったのですが、コロナ禍で仕事が減ってからは仕事関係者など親しい人との関係も断っていました。前室中尾さんの知人、就活を通じて夫婦の絆はより強くなりました。身軽になった2人は残された人生をどう生きるか話し合ったそうです。もう一度新婚をやり直そうと考えて、夫婦で訪れたことのある場所を再訪することにしました。お互いをいたわりながらそれまでの2人の歩みを再確認するかのように気の向くままに旅行を楽しんでいたようです。前室中尾さんの知人、2020年に入るとコロナが猛威を振るい旅行に行けなくなりました。そこでフル回転したのが居酒屋しのでした。毎日しのさんが手作りの料理をこしらえ、お品書きまで用意して食事を楽しんでいました。コロナの3年間自宅でのんびりと過ごすことができたようです。ゆっくりと流れた2人だけの濃密な時間はコロナ禍が明けてからも続くはずでした。10年以上かけて就活を進めてきたので死後の手続きは滞りなく進みましたが、先に行く中尾さんにはきっと無念の思いがあったでしょう。いくら完璧な就活をしていても残された方は寂しいし悲しい。誰よりも愛してきた篠さんにそんな思いをさせるのは忍びないという後悔はあったはずですよ。それでも中尾さんは自分が先に行くことを想定していたのかもしれません。就活夫婦ってこう語っていました。篠より先に私が旅立つことになったら私は何と言うのだろう。ありがとうには違いないのだが、それ以上に私の気持ちを伝える言葉はないものだろうか。今から密かに探っているところだ。こればっかりは篠さん、あなたに頼めないな。中尾さんが池波に最後の言葉をかけ、彼の就活は完全に幕を閉じました。しかし残された遺産をめぐって元嫁の茅島さんと池波さんが揉めているとの書き込みが散見されました。中には茅島さんが中尾さんに不倫の慰謝料を今更になって請求しているというものも。これは本当なのでしょうか。中尾明さんと離婚後1990年に一般人男性と再婚を果たした茅島成美さん、お相手は一般人ということで素性は明らかになっていません。ただ大女優として多忙を極めた茅島成美さんを陰で支えていた人物ということに間違いはありません。中尾明さんとの間に誕生した学さんを二人三脚で育てたともされており、とてもお優しい方なのだと推測できます。学さんは現在大学生と高校生の子供がいる父親で、茅島成美さん夫妻と2世帯住宅で暮らしているということです。中尾明さんと中尾学さんは夫婦が離婚後一度も顔を合わせていないようですが、茅島成美さんの再婚相手の男性とは良好な関係を築けているようで安心です。中尾さんとは絶縁状態となった茅島さんと息子さんですが、死後池波さんにコンタクトを取っていたという情報がありました。週刊誌の突撃取材に対して茅島さんはこのように回答しています。明さんが亡くなったと聞いた時、心から悲しく思いました。彼との結婚生活は終わってしまいましたが、彼は私にとっても大切な存在でした。彼が再び幸せを見つけ池波さんと過ごした日々は彼にとって何よりも素晴らしいものだったと信じています。明さんとの離婚後私も再婚しました。新しい夫と共に穏やかな日々を過ごしていますが、明さんのことを忘れたわけではありません。彼との思い出は私の心の中にずっと生き続けています。池波さんにはお礼を言いたいです。
アキラさんが最後の時を幸せに過ごせたのは池波さんのおかげです。彼を支え愛し続けてくれて本当にありがとうございました。あなたがアキラさんに与えた愛と優しさは彼の人生にとって何よりも大切なものでした。遺産相続に関しては池波さんが全額受け取るということで、息子とも話がすでについています。私はそれについて何の異論もないですし、渡されるとなっても拒否します。略奪愛と書き立てられた両夫婦ですが、すでにお互いに幸せをつかんだ現在、意外にもそこには感謝しかないようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。